山室郡平中将の臨終の言葉、山室民子大佐保の病床日誌より抜粋。3月7日、これは突起すべき日である。中将の意識は鮮明となり、忽然とその病床を自覚したらしい。午前1時40分、中将は傍らの人々に次のごとく語られた。あと1日ですか、2日ですか、天国は近づきました。もう間もなく召されます。卑しき一個の平民が神の恵みに支えられて今日まで何らかのご奉仕をさせていただきましたことは感激に堪えません。自分の徳の足らざると力の足らざるとによって思うほどのこともできず、誠に愛すまぬ次第です。それにもかかわらず諸君は心を合わせて今日まで叩こうてくだされありがたい。16、7歳の少年の頃からの思いと願いとを一貫させていただき、今喜んで死につけることを神に感謝いたします。国際情勢の多端の中にありまして、諸君どうか身を清め十五の守りを加藤していただきたい。自分は体の不自由から思うに任せぬが、命のあらん限り特に一般民衆の方のために貢献させていただきたいと願っています。諸君の上に神の恩祝福を祈ります。上村君はどうしているか。僕が生きている間にあのこともうんぬんと非常に明瞭に語った。3月8日、朝5時間熟睡せられ、午前8時37分ごろに至り、全身全身全身あるのみと言われ、また標語の聖句を読むよう希望するので、二度繰り返して読むと聖書の句を読んでそのことの実現することを図りつつ信じておこねえと諭された。9時30分にはイザヤ書46章1から4と大きい声で言われた。そこを読んであげた。0時40分、次のごとく語られた。健康が甚だよろしくない。世を去るべき時が近づいた。それであるから私は諸君の霊魂のことを心配する。速やかに悔い改めてイエスを信じ、愛の生活に入らなくてはならぬ。一人の霊魂は全世界よりも尊い。その尊い霊魂を与えられているのだから、諸君はこれを尊重しなければならぬ。愛惜しなければならぬ。これを尊び、これを愛し保護しなければならぬ。諸君の祝福を祈る。信仰を持って努めて励め、信仰に基づけよ。聖霊に従え。同9時50分にもう一遍言い直す。若き友よ、罪を悔い改めよ。イエス・キリストを信ぜよ。祈り深く心を持って神の導きを求めよ。根気よくその御旨に従おうて共に歩め。その通りにやってくれたら何も思い残すところはないと言われた。11時、知恵も力量も健康も神に捧げ立てましたが、悔いるところはないと言い、コリント公書2章12節以下を読ましめた。3月9日午前11時50分、中将はその場限りではしようがない、もっと大きく良き戦いを戦わねばならぬと諭して、午後2時50分ごろ、1日に3遍というお祈りですかと尋ねると、ああなんという中忘れたとのこと。ダニエルですか。そうだ、ダニエルのように一日に三遍は真剣に祈らねばならぬ。申し訳や良い加減ではない。本当に祈らなくてはダメだ。自分が祈りたい時や勝手なことばかりではしようがない。形式的ではなく本当に日に三遍祈らなくてはならぬ。神よ、常に共にいたまいしことを感謝いたします。どうかしもべを今日まで用いたまいしごとく、残るわずかの時にも共にいたまいってご用を。アーメン。
旅行中なるし上村少将が帰郷し中将を見ました。少将の挨拶や質問に答え中将は話し続けやめようとしない。そのうちに激しい痙攣が来たがそれにも屈せず、この手がもし大いなる手とつながって離れないならば大きいことができる、その身胸を動かす信仰があるか、大きな力と関係があるか、関わりがあるかという。少将が病室を去ったがまだおると思ったらしく、なお義は国を高くし罪は民を恥ずかしむ、日本は強くならねばならぬ、不言の数言こそは多言の数十言に勝るという通りである。まず正義をして片しめよ、日本をして片しめよ、正義をして片しめよと語り続けた。夜眠られず、若き友よ、あなた方がもし光によらないと知るならば、少なくとも一遍は出直しせねばならぬ、再び与えられぬ機会においてこの経験をしておらねばならぬ。3月10日、私どもの建前は日本精神の上にキリスト教を打ち立てたものである、あるいはまた最も純真なる大日本精神の上に神の精神の現れを見たものである。午後10時50分中将は主書きしたいことがある、熱心ならしめよ、熱心ならしめよと言った。3月12日、中将は絶えず喉にかかる必要な咳に悩まされつつも極めて明瞭に、神よ御国へ参ります、皆さんお世話になりました、ありがとうと言った中将の最後の言葉となった。3月13日午後7時35分、静かに御国へ帰った。